Hey guys! Welcome to my channel. I'm Daisuke. Today, I will make 鶏鍋. So let's get started. そして今日使う材料がこれ。鶏肉と白滝と豆腐と人参としめじとえのきだけと長ネギと白菜。鍋っていう料理には味が結構たくさんあるんだけど、基本的には野菜と肉とか、あとは魚とか、そういうのをスープの中に入れて煮込んで食べる料理です。そして今日食べるのは、この前も動画で紹介したけど、この一人前の鍋ができるプチッと鍋ってやつ。味はね、鶏の塩ちゃんこ鍋。まずはこの野菜を切っていきます。えのきだけはこう、まあ半分ぐらいに切った方がいいかな。人参は薄く切ってください。火が通りやすいようにね。こんな感じで、豆腐はこういう感じに一口サイズに切ってください。鍋のいいところはね、たくさん野菜食べれるところだよね。あと寒い時に食べると体があったかくなっていいね。そして、まあ、白滝はこう半分、これで OK。 長ネギはこういう感じに斜めに、こういう感じね。白菜はこう半分にして、あとこう一口サイズに。こんな感じね。肉はまあ一口サイズでいいけど、これはまあこれ半分ぐらいですね。これは好みです。これで準備完了です。それじゃあ鍋作っていきましょう。まずはこれに水を入れて、これを入れていきます。このスープはこんな感じに濃縮されてるね。これを、そしてこれを沸騰させていきます。まあ、こんな感じになってきたら、まずは最初に肉を入れます。そして次にこの白菜の硬い部分を入れます。そして次にこの長ネギの青い部分、人参、これを少し煮ていきます。まああとはもう適当に入れていいね。まあこれ多いように見えるけど、後でこうしなしなっとなるね。そして最後にネギを入れると、こんな感じね。これで蓋を閉めて野菜に火が通るまで煮込んでいきます。もうそろそろいいと思う。おお、美味しそうだね。それじゃあいただきます。野菜のこうね、出汁が出てて美味しいのさ、このきのことかね。鍋ってよく寒い時に食べるんだけど、やっぱ体がね、温まるよね。こんな感じです。
いいわ。最近も寒いからね。野菜がたくさん食べられるから、まあ、健康的な食べ物だよね。これを食べた後におじやっていう食べ物があって、この中にご飯を入れて、あと卵を入れて長ネギちょっちょって入れたら、ご飯が鍋の出汁を吸ってめっちゃ美味しいんだけど、今日はあんまりお腹空いてないからしないけど、今度知ってみようかな。もしか肉が好きなら、もうちょっと入れてもいいと思うよ。ごちそうさまでした。北海道には味噌と鮭使った石狩鍋っていうのがあるんだけど、日本には地域ごとに鍋料理っていうのがたくさんあるから、寒い時に日本に旅行に来た時とかにこう鍋料理食べてみるのもいいかもしれない。それじゃあね、バイバイ、またねー。